こんにちはで、今日はですね、英語学習者が見るべきあの海外の番組ということで話したいと思います。まあ、英語、そのやっぱあの英語で映画を見たりとか海外ドラマを見たりっていうのはまあ重要だよとか楽しいよって話を僕はこのチャンネルで何回かしたんですけど、まあ、具体的にどういうのがいいのかっていう話ですね。まあ、僕はその簡単に言っちゃえば子供向け番組がいいと思うんですよ。 っていうのは子供向けってことは別にあんま難しい単語も使ってないしまあ楽しいんだよね子供向けだからさらに <laughs> 楽しく子供向けってやっぱそういう楽しさを求めてる部分があるんでそういうのが大事かなとではまあ僕は CS とか h u l とか契約してるけどってしてない人はって思うと思うんですけど NHK で海外のドラマをよくやってるんだよねでまあ僕が見てたりして しまあ、今も録画残ってるんだけど、アイカーリーとかビクトリアスとか、えー、大人になる前にやるべき100のこと、ちょっと待って。英語のタイトルがね、Hundred Things to Do Before High School っていうのなんだよちょっと調べます。日本語のタイトル、One Hundred って大人になったらできないことらしいです、ね。よくわかんないね。ってこと っていうのもあるんだけど今はちょっとそれらやってないから今やってるのはってと水曜の午後7時25分からゲームシェイカーっていうのと土曜の、えー、午後6時25分から超能力ファミリーサンダーマンシーズン2っていうのをやってらっしゃる僕はそれどっちも見たことないんでよくわかんないけどそうやっぱ英語子供向きチャンネルを英語で見るっていうのはやっぱすごい大事で僕は今その100えー、っと <laughs> 大人になったらできないことってさっき言ったやつを、まあ、ずっとためてあったんで最近まだやってたんだけど終わっちゃってちょっとその時言えばよかったんだけどね <laughs>、まあ、それをやっててそのた取ってあるんで全部それを今英語で見ててやっぱすごいシンプルだし表現が単語もわかりやすいしあと字幕がたまになんか出てくるからそこでなんか新しい単語とか難しい単語とか、まあ、そういうのが出てくるからそれで覚えられるしっていうのがあるんですごい なんかやっぱ刑事ドラマとかさ、なんか SF のやつ、話とかっていうのは、海外ドラマで見て、余計なんか変な単語がいっぱい出てきたりするから、わけわかんないんだよね。<laughs> 難しい。だけど子供向けっていうのはやっぱ、すごい楽だし、や見てて楽しいんで、ぜひおすすめしたいなということです。まあだから、今やってるチャンネルでもいいんで、NHK だったら、まあテレビある人だったら見れると思うんで、まあぜひね、 英語で。まあ、切り替えてね。見てみたらどうでしょうかという話です。まあ、楽しんで。うんまあ、僕はね。だからみんなが会うか次第ですけど。まあ、ぜひ一回は見てみたらどうでしょうかという話です。さよなら。